26日プロ木曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。木曜日コメンテーター政治アナリストの伊藤敦夫さんです。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。26お風呂、うちの近くのたまに行ってたあの温泉が改築なんですかね、しなくてもいいんですよ。まあ利用者的にはそうしたらもう1年近く使えないわけじゃないですかね。えじゃあちょっと足伸ばせばありますけど、チャリでプラプラッと行ってちょっと一風呂浴びてカッと飲んでね、まあ、私の場合はもうフルーツ牛乳とかコーヒー牛乳卒業いたしまして、冷たい泡のやつをカッと飲んでこうねっていうのがいいんですけども、いいですねなんかね。で、まあそういう話も。お天気はでもこれ予想最高気温1週間ぐらい見てみると20度下回ることはないので、このままいきそうなんですか、ゴールデンウィーク。そうですね、ゴールデンウィーク後半にお天気が崩れそうなんですけれど、前半は気温も高め、25度前後で、そして天気も良さそうですね。ね、良かったですね。はい。はい、さて、まあ私もあの、まあ、番組終わって文化放送を去って何なんでしょうね、こうスマホ見ながらそれもニュースチェックして家帰ってこうテレビもつけたりとかして、そこで飛び込んできたのが今日のスポーツ紙ほぼ一面ですが、最初ちょっと私もあの街の方のインタビューと全く同じで、何のことこれ、どういうことと思ったのが今日日刊スポーツの一面です。TOKIO の山口達也メンバー強制わいせつで書類送検、強制わいせつで書類送検、女子高生にキスという見出しが、最初何のことかさっぱり分からないですね。で、まあ、よくよくこうニュースがこう、まあ、詳しいことは分かってきて、事務所の発表文なのかを見てきても、まあ、女子高生を部屋に呼んだ、そこでまあお酒を飲まないかと、その女子高生はどうやら飲んでない、そこでまあ無理やりキスをしてしまったということで被害届が出されたということは分かったんですが、まあ、いろんな報道がある中でこの TOKIO という、5人のメンバーがやってる番組っていうのは、私あのダッシュ村っていうのをほぼうち家族でみんな見てるもんで、まあ、娘たちで独自してますけどね、それぞれがダッシュ村が非常に好き で、はい、でリーダーとそれから山口メンバーのこの2人が特に無人島ダッシュ島でこう活躍してるのを見てるとすごく楽しくて、なんかあの週末でね新しい週を迎えるこのブルーな気分がちょっとこうポッとこう、ね、はい、なったぐらいの、こういう親父もそうだし、伊藤さんもなんか東京っていいよねって言ってますもんね。そうですね、別に他がどうだこうだってじゃなくて、うん、まあ、ジャニーズ系のねこういうグループの中では一番なんかこう、僕はこう、なんかこう爽やかなおじさんたちみたいな感じで、ね、そう。でも気になるのはなんでなんとかメンバーっていうんですか、なんか誰が決めたんですかこれ。これがみんな示し合わせたようにメンバーって言ってますよね、うん、容疑者ではないなんか、だからなんとかさんでもいいし、なんでジャニーズ系だけメンバーっていうのかな、わかんないですね。さん付けもちょっとおかしいっていうような解釈もあるみたいですが、だからみんなメンバーって言ってる。じゃあ個人でやってる人がなんか問題を起こしたらなんて言えばいいですかね。個人でしょうね、言えないから、あの人ってことですかね。いやいや、どうなんでしょうかね。でまあ、まあ、おそらくあの TOKIO のファンという方以外でも山口達也さんのことを、まあ、好感を持って見てた方、非常に親しく思ってらっしゃる方、一方的にねそう思ってる方もちょっとこう、まあ、時間が経ってどんな会見を開くのか分かりませんけども、どういう形でまたこう、テレビあるいはラジオに戻ってくるか分かりませんけどね。
でなんかちょっと気持ちが非常にこうブルーになっていて、で家の用事とかいろいろやっていて、あいけね、今日巨人戦やってたなと思って BS 見てましたら5対2ということで、ドラゴンズファンには申し訳ないんですが、あジャイアンツ今日もリードしてるなという、ちょっとこれを心のこう傷を塞ぐためにはちょっと見てようかなと思ったら、まあ打つわ打つわ打つわで結局20対4ですよ巨人が20点、まあ、ドラゴンズは、ね、ちょっとピッチャーが倒壊したって感じで、まあ、4点ということですけども、取るこれは、63年ぶりですか、ジャイアンツが20点取ったのは、その時はカープだったんですね、相手が。あの高得点の時はカープと中日が多いという過去の、ね、データ見てみると、なんですけど63年ぶりの20得点という、もうなんとなくラッキーな面もありましたけどね。これフラフラっと張ったからこれがやぐらいかなと思ったら落ちたところがいいとか、まあ相手のピッチャーがねフォアボールいっぱい出したっていうのもあるかもしれませんが、もうそういうとこ見てると今巨人やっと5割復活して、ああよかったね、あのと思う。それは20得点気持ちいいですよ、気持ちいいけど、こんないっぺんに4分割でもいいわ、4分割しても1試合5点ですからね。そうですよね、でしょ、なんそうもったいないな、もう繰り越しとかできないんですかね、で貯金とかね、10点以上だったら貯金できるって制度が、もったいねえなと思ったんで、今日こういうメッセージテーマにいたしました。そんないっぺんに、そんないっぺんに、そんないっぺんに、そんないっぺんにもらってもとかって、あの僕ら仕事がほらオファーがないと仕事がないでしょで来るときいっぺんに来るわけですよね、1日5本とか6本とかね、はい、そういうときやっぱりこれちょっとばらかしてくれればいいのになと思うんですけどね、そうはいかないですね、コンスタントにこう来るとね、そうですね、生活も安定するしね、で週に2日ぐらい休ませてもらってとかね、まあ、理想をいつも描いてるんですけど、どうもそうもいかなくてね、まあ、でもそんないっぺんにっていうのだったら僕ら今の仕事で、まあ後で出てくる話とこうつながるんですけど、はい、そんないっぺんにあの各中央省庁がスキャンダルやらなくてもいいのになっていう気もしますけどね。ねえ、出てきましたね、いっぺんに出てきましたもんね、異常なほどいっぺんに出てきてますよね、はい、その背景に何があるのか、ね、まあ、今日のテーマあって聞かれる前に言っちゃいましたけどね、はいはい、もう そこはもう深読みジャパンでたっぷりとお話しいただきます、はい、そんないっぺんに例えばあの、まあ、我々、まあ、例えば厚尾さんと純ちゃんと3人で飲み行ってそれぞれが好きなオーダーをしてね、うん、こういうもん頼みましょう、こういうもん頼みましょうとで、順番でお出ししますかって言ってるのに、うん、いっぺんに食うことあるんでしょテーブルがのこドラマいたしねあれもね、混んでる店だからしょうがないって、うん、それはしょうがない、分かってんだから、いっぺんに出てこなくてもいいし、ね、俺思い出したな、ずいぶん前、かなり前ですけど、とある方のお嬢さんの結婚式やって、でもうギャラとかそういうのいりませんからって言ったら、うん、後日、いやいや、飯食い行こうよ、せめてそのぐらいって言って、ちょっと豪華な、鉄板焼きですよ、あの和牛の、和牛のやつ。で そこでそのお店の方が、まあ、誘ってくださった人生の先輩が、まあ、そこの店行きつけなんですよね。今日なんとかさんいい伊勢海老入ってるんですよって言われて、俺和牛だけでもう十分なんですよ和牛だけでそんなこんな A5 ランクのどこどこ牛ってやつ、もうそれあれ見切れぐらい食うともう食えないんですよ意外とね、もう十分だって伊勢海老ありますけどどうします、焼いてよ、伊勢海老は今日はいいからって言えないじゃない、なんか今伊勢海老こうよって言われて、伊勢海老の腹はない、もう私の腹の中には、でも後日って言えないでしょ、伊勢海老はあさってくらいって言えないっていう、そんないっぺんにっていうのもありましたけども、前なんか宮崎行った時に向こう の某市長さんがですね、昼飯こう待ってて食いましょうっつって行ったら、やっぱり宮崎牛のすげえやつ、はい、A5 ランクの、それ、まあ、鉄板焼きやつ焼かれて食べたんですけど、それこそ栗山さんじゃないけど、見切りぐらい経ったらもう食べたら油がもう喉のこの辺までくるんですよそれをせっかくだからっていうんで、いっぺんにこんなどでかいやつ250g ぐらいわら時代ですよ、それを無理やり食わされて次の日お腹壊しました壊れちゃった、そんないっぺんにエピソードお待ちしております。食べ物だけじゃなくてね、はい、注文つけられたとかね、用事をいっぺんに言われたとかありますよね、いっぺんに異性から告白されたとか、あるいはどうせもちろん今の時代はあるかもしれませんが、モテモテだっていうこともあるんでしょう。
そんな一遍にメッセージを寄せください。ファックスは03-5403-1151、5403-1151、メールは japan@joqr.net、japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいたすべての方の中から、お一人の方には、塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントです。今朝の鉄道の情報です。遅れが出ている路線があります。安全確認やホームドア点検の影響で10分程度の遅れが出ている路線は、都営新宿線、都営浅草線、東武東上線です。ご利用の方はご注意ください。それでは、国丸ジャパン極み、今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、先ほどもありましたが、麻生さん、はい、今日は。こんないっぺんに、艦長が一斉に不祥事を起こさなくてもいいのになって、でその背景に一体何があるのかなっていう話をします。はい。はい、お願いします。そして、極みシアターのお客様、コント赤信号のリーダー、渡辺正幸さんです。毎年大好評の舞台、熱海五郎一座の見どころ、そして、今熱心に取り組まれている剣道について伺います。12時7分からは国丸レポーターズ、落語家、霊霊者マルコさんが先日行われた羽生結弦選手の凱旋パレードに潜入取材した模様をレポートして熱心に前の晩から仙台入ってね、別にそんなこと頼んでないんだけどねなんで国分庁に行くのかねっていう話、すごいレポートになると思いますよ国丸ジャパン極み、国分庁のレポートじゃないことを言います。午後1時までの生放送です。 FM916 AM1134 でお楽しみください。お知らせの後は最初のコーナー深読みジャパンです。14分です。文化放送、国丸ジャパン、極み、深読みジャパンです。木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです。なんでいっぺんにこう、省庁のいろんなスキャンダルが出ちゃうかという前に、こんなニュースがありました。二階氏、幹事長の知らない解散ない、国対委員長の選択肢発言を火消し。朝日新聞の総合面からです。自民党の二階俊博幹事長は昨日、森友学園や加計学園問題などをめぐり、審議拒否を続ける野党から内閣不信任決議案が提出された場合の衆議院解散について、幹事長の知らない解散なんか世の中にあるわけないと述べました。衆議院解散について自民党の森山博史国会対策委員長は昨日朝記者団に、野党から不信任案が提出されれば衆議院を解散するのも内閣の選択肢だと言及、野党を牽制する狙いがあったとみられますが、これを二階氏が火消しした格好となります。また二階氏は、衆議院解散を発言した人に聞いてください。いちいち国対委員長が何を言ったからって弁明したり説明したりするのが我々の務めではないとも述べました。先々週だったかな、伊藤敦夫さんが今後の安倍政権ということで、その中で、まあ、3割ぐらいの確率かもしれないけども、解散総選挙に打って出る可能性もあるよということもおっしゃっていて、まあ、それを契機にというわけじゃないんですが、なんか永田町あたりで、会期末の解散で、その後7月夏休み前の総選挙なんてことも言われ始めてますが、まあ、これはもう皆さんよくご存知の通り、はい、その、解散というのは、衆議院の解散というのは、まあ、総理の特権、専権事項ということを言われてますが、まあ、二階さんが国対委員長の森山さんに対して、どんなこと言うんだよ、っていうことなんですかね、これ。まあ、一応そういうことだと思うんですよ。その、まして国対委員長って、その、党の選挙の実務に関与している立場じゃない、国会の方のね、責任者ですから、なんでそんなこと言うんだっていうのは、まあ、普通聞けばその通りだなとは思うんですけど、ちょっと私、非常に疑り深い性格なもんですから、二階さん、ここまできつく言うってことは、なんで喋っちゃうんだよ、この野郎っていうのが、どっかにあるのかなって気もちょっとしちゃう気もしないでもないんですね。なんで本当のこと言っちゃうんだよ。あのね、
これあのリスナーの皆さんだけに言いますけど、ちょっとねチラチラいろんな情報がねやっぱり今飛び交い始めてて、実はね自民党がこのゴールデンウィークの最中にその大規模な世論調査かける準備をしてるって噂もあるんですよ。まあ、いわゆる選挙情勢調査ってやつですね。もしそれ本当にかけるとしたら、それはいつ選挙があってもいいようにという意味もそこに含まれていると考えた方がいい。もちろんだからすぐやるとかいうことじゃないですよ。しかしもしそれが事実だとすれば、あ、解散総選挙もありうべしというね、そういうこう空気が広がり始めてるのかな。ただそれこれ絶対おかしな話でね、まだ前回解散総選挙やって半年でしょ。これでまたやるって大義名分があるなしっていうよりは、まあ、大義名分っていうか狙いもはっきりしてるわけですよ。政権の延命、あるいは再浮上、総裁選参戦で、そのために半年もしないでまた解散総選挙を打つで、一回解散総選挙を打つと大体そう国費が700億前後かかると言われてますね。それだけの税金をなんか政権の延命のために使うのっていう批判が当然出てくる。でそれはないだろうなとは思うんですよ、まあ、7割8割はだけどっていうのがやっぱあるんですよね。なんかまあ基本的には牽制であり野党に対する、まあ、挑発であり、ということだとは思いますけどね。でもなんかちょっと騒がしい、まあ、昔から言ってる話で、その政治の世界では酔っ払いのほら話と解散風は一度吹き始めたら止まらないっていうのがありましてね、解散風と吹き始めるとみんな一斉に走り始めちゃうから止まらなくなっちゃうっていう意味なんですけど、まあ何でもありの世界ですから、はい。まあ、野党の方もね、希望と新進の合流、民進の合流ですか、国民、民主党、これもまあ備えてるんじゃないのみたいな話もありますね。まあ、これはあくまでも来年の統一地方選挙と参議院選挙を睨んで、まあ、連合がむしろ要請、強く要請した形で動き始めてるってことなんですが、こんな時期に何やってんの、一緒になったって、まあ、衆議院では野党第2党にしかならないらしいしですね、なんか意味あんのかなという気もしますよね。だから野党がそんな体たらくだから自民党の方から解散やってもいいよみたいなことをこうふっかけられるんじゃないかって気もしますけどね、はい。木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川柳です。胸に手を当てればわかる海の元敦夫。胸に手を当てればわかる海の元、はい、海じゃないですからね、海ですね、海を出すという、はいはい。まあ、さっきから言ったようにこう去年からですけど、まあ、今年に入ってからでもそのいわゆる中央省庁が舞台になった不祥事が、まあ、次々と発覚しているわけですよね。で、まあ、それを受けて安倍総理ここのところ来て結構謝罪に歩いたり、この間も葉桜を見るか、あ、違う違う、桜を見るかですか、ね、でもなんかね、こう散々謝罪されて、その、とにかく行政の責任者としてお詫びをすると、で、この際徹底的に海を出し切るんだっていうことをおっしゃっていますけれども、なんか聞いてるとどっか他人事に聞こえるんですよね。で、要するに行政の責任者としてそのお詫び申し上げる。なんか役所が悪いことしてんだよね。どうもすいません、一応僕がトップなんでってそんなイメージにも聞こえてしまうというところなんですけど、まあ、だけど本当にそうなのかな。つまり一連のそのこう不祥事って、まあ、個々の役所がそれぞれ独立した形で不祥事を起こしてるのかなっていうのが極めて疑問なんですよね、うん。で、なんで一斉にその中央省庁がその使命感を捨て去ったりですね、劣化したり、平然と嘘やごまかしを繰り返す組織になってしまったのか。一斉にですよ、これ。で、もちろんそれぞれ問題は個々の省庁内で起きた問題ではありますけれども、これだけ全、やっぱり連続するってことになるとですね、なんか背景に、それを全体的にこう覆うような何かがあるんじゃないか、というふうに、やっぱりどうしても思い返してしまう、思わざるを得ないというところがあるんですよね。で、まあ、今日は、まあ、もうすぐ、
この土曜日からゴールデンウィーク、はい、で月火お休みになるともう9連休10連休の方もいらっしゃる、うん、でゴールデンウィークの車中にまあレジャー行ったりね、いろいろ家族でまあ楽しく食事をしたりで、すっと忘れてしまうかもしれないんで、まあ、できれば忘れないでいただきたいという意味でですね、ちょっと今年だけに限って、うん、あの起きてきたその役所絡みの不祥事、うん、でももう一回ちょっとおさらいをとりあえずしてみたいなと。今年だけだって4ヶ月しか経ってないんですよね。まだ4ヶ月なんですね。1月はね、まずね、スパコン問題ってなったんですね。はいはい、スーパーコンピューターの開発をめぐるその補助金の問題で、その会社の社長と、安倍政権の関係が取り沙汰された、うん。で、具体的に言うと、この会社の社長と、例の女性のジャーナリストをレイプしたとかっていう話に、うん、があった、まあ、某男性ジャーナリストがこの会社の社長と非常に親しくて、その某男性ジャーナリストが安倍総理や麻生大臣と極めて親しい関係にある、うん、そこが非常にこう不明朗ではないかっていうんで、かなり疑われた、あの疑惑をね、うん、招いた一件がありましたね。で、2月に入るとこう例 の働き方関連法案の中の裁量労働制の問題で、厚労省がまあひどいデタラメなデータ作って、うん、いかにも裁量労働制やるとその勤務時間減りますよ、負担が減りますよっていうのはデータを、ね、まあ、ある意味捏造ですよね、うん、で捏造したと同時にその調査の原票はねえのかっつったらありませんって言って、次の日に地下の倉庫から段ボール二十数箱出てきたというですね、何なのこれ、ありえないですねっていうのがありましたね、うん。から3月入ると、まあ、だんだん佳境に入ってくるんだけど、森友の問題で、例の公文書の改ざん問題。で、佐賀、国税庁長官、前任なのかな、理財局長が、まあ、もみ消したということになっているんですけれども、うん、国会の承認喚問もありました。うん、まあ、今、流れとしては全部佐賀さんがやったんだよと。うん、いうことになってるんですけど、じゃあ佐川さんなんでやったのっていうところの一番大きな疑問点ってのは全く解明されてないわけですよね。で、この問題もっと深刻だったのは、その財務省が1年間にわたって文書改ざん前の文書はありませんと、これが本物ですって1年間にわたって国会に対して嘘をつき続けたっていうことですね。これ非常に大きな問題だと思うんですね。なんで自民党も含めて与党の国会議員が怒らないのかなってすごく不思議だなっていう思いがしました。で、同じ3月にはこれ小さいかもしれないけど実は大きい話で、前文部事務次官の前川喜平さんが、はい、まあ、愛知県の高校でですね、公立の中学校で講演をしたことに対して文科省が、内容確認という言い方をしてるんですけど、要するに介入したということですよ、うん、要はね。で、その背景にやっぱり自民党の文教族の議員のなんか動きがあったんじゃないか。で、これ小さなことに見えますけど非常に大きな問題で、やっぱり教育に対してこういう圧力がかかってきてるということ、それから前川さんという方をなんとか排除しようという思いがどっかにあるんじゃないかということで、これ話題になりましたよね。で、4月はすごいですよね。4月ってまだ今月ですよね、うん、まだ4月なんですけど、まずイラクに派遣された陸上自衛隊のね、日報問題が発覚をした、うん、で、ないと言われていた日報がまあ次からで次で4万数千ページ、うん、で、今でもまだ出続けてますよね、うん、確か去年当時の稲田防衛大臣が確認したところありませんと明言をされておられましたよね、うん、あったんですね。それも武力衝突と言っていたのが、うん、戦闘という、そう、それと、うん、そのイラクの派遣、新たに出てきたイラクの日報の中には戦闘という言葉が5箇所も6箇所も出てくる、少なくともね、うん、黒塗りされた部分にもっとあると思うんですけど、うん、でもしそれが早めにオープンになっていたら南スーダンへの PKO の派遣はなかったかもしれないんです、うん、危ないからっていう、はい、それもまあ陸自の中で隠していたってことだけじゃなくて、空自にもあったし、あちこちにあったっていうことになると、まあ、防衛省そのものがね、で、まあ、最近セットで言うと、某三佐が、はい、野党の議員に対してですね、まあ、国民の敵だと言ったかどうかは別として、まあ、悪行存を投げかけたわけですよね、罵詈雑言を。これも今の防衛省、危ねえぞっていう話になってきますよね。僕これなんかがおそらく憲法9条を改正して自衛隊を明記するっていう話とリンクしてきていて、うん、そんな今の自衛隊
憲法に明記する必要あるのっていうふうになってしまってるっていうところが非常に大きいと思うんですね。で、4月はまだまだあって、その、っていうのは加計学園の問題でね、柳瀬さんという、まあ、今、経済産業省の審議官やっておられる、当時、総理秘書官だった方が、うん、愛媛県今治市、それから加計学園の事務局長、これと総理官邸で会ったんじゃないか、うん、で今治市の出張日程に官邸行ったって書いてあるよって、去年散々騒がれて、その時彼は記憶にありませんと、うん、私の記憶の限りでは会っていませんとずっと言い続けたわけですね、うん、参考人招致の中でも。でところがどうもそれが、まあ、あの文科省からも発見されたし、愛媛県からも、まあ、愛媛文書と言われてますけどね、まあ間違いないだろうと、会ったことはということになってきている、ということになると去年の国会での答弁って虚偽答弁になる可能性があるんですね、うん、で野党はこれ承認喚問しろと言ってる、与党はまあ参考人招致ならいいよって言ってる。なんで参考人招致、去年参考人招致やってはっきり言うと嘘ついた可能性が高いわけじゃないですか、うん、同じ参考人招致やったってまた嘘つくかもしれないでしょ、うん、だったら承認喚問やれじゃないですか、うん、なんでやらないんですかっていうのが一つありましたよね。でこれ柳瀬さんがもし会ってたとすると、総理の、家計が認可されたのは、を知ったのは去年の1月の22日ですっていう証言がぐらついてくるわけですよね。非常にこれ大きな問題ですね。で4月、まあとどめじゃないですけど、福田財務省の福田財務事務次官が、どうやらセクハラ問題で、まあ、辞任をしたと。ただ本人は認めていないと。でテープの声は、自分の体の中で発した声と違うからよくわからないと。それからあの言葉のやり取りも全体を見たらセクハラではないらしいと、ないと思うと。一行とってもセクハラですけどね。でそれに対して麻生さんも、それは相手が出てくるわけわからないじゃねえか、うん、あるいは、事務次官代行になった方がそんなに苦痛ですかと、うん、出てくるのが、名乗り出るのが、まあ財務省ってのはそんなとこだったんだね、うん、改めて分かった。まあ挙げただけでもこのぐらいあるわけですよ。でやっぱりね、じゃあこの一つ一つ独立した問題かもしれないけど、背景に何があるのかって考えると、これ前にも言ったかもしれませんけど、やっぱりね、安倍一強っていう言葉がやっぱりどうしても浮上してくるんです。政権、官邸が極めて強力で、党の、与党の方もあまり文句を言えない。役所はもちろん文句を言えない。まして内閣人事局制度で、官僚の幹部クラスの人事は官邸が全部握ってる。という状況の中で、役所側の今までの、まあ、立ち位置と、随分変わってきてる部分っていうのが、結果的にはおもんぱかりだとか忖度だとかごますりだとか、そういう形で実は政権にとって都合の悪いものは出さない、隠す、それから変形させる、なんかそういうムードがこう全体的にこう、まあ、蔓延しちゃってるような、そんな感じがするんですよね。昔、例えば経済産業省、当時通産省なんて言ったんですけど、その中堅若手のキャリアなんかと飲むと、酒飲んだりするとね、もう天下国家論じましたよ、俺たちがこの国をこうやっていかなきゃいけないんだ、今の官僚を見ても全くその気力ないじゃないですか。でもちろん政治主導すべてが悪いとは言いませんけども、行き過ぎた政治主導みたいなものがもしかしたらこういう問題を引き起こしてるんだとすれば、やっぱりね、どっか海を出すっていうんであれば、その根本的な部分をやっぱり見直す、チェックする、その必要がどうしてもあるような気がするんですね。で一番簡単な方法はね、一強の官邸がですね、おい君たちと一切忖度なんかするなよと、いや済む話なんですよ。もともとそれを言ってればよかったんです、最終的な責任は官邸が持ちますと、あんたたちは自由に仕事しなさいと、その間に官邸に対しておもねったり忖度をしたりする人は一切ありませんと言ったら、こんな問題起きなかったんじゃないかなっていう気がしますよね。またでもね、行政のトップは切れやすいというね、なんでもそうするんだっていうようなね、メディアに対しての批判もそうだし、まあ、ちょっと追い詰められてるっていうのもあるかもしれないけども、なんか全体的になんか稚拙な感じがしてしょうがないんですけどね。そうですね。で、要するに安倍さんの周辺に、安倍さんの悪口言うやつはけしからん。
で言って歩いたりする人だとかですね、うん、それからやっぱりその安倍さんを擁護する人たちばっかり周りにいるような状況が今生まれちゃってるんじゃないのかな、うん、王様の耳はロバの耳じゃないですけどね、はい、で文句言ってるやつらあいつらおかしいんだと、うん、いうムードが、まあ、こうやって追い詰められれば追い詰められるほどそうなってきてるっていう感じもあって、それがちょっと怖いなと思いますよね。あの自民党の歴代政権見てきても、うん、まあ切れやすい方もいたけども、うん、もう少しその辺って応用に構えてて、随分と言われてるねぐらいな感じ、そうですね。の安定感みたいなのはあったん気がしますけどね。うん、昔ね田中角栄さんが、新聞記者は政治家の悪口を書くのが仕事、うん、政治家は悪口言われるのが仕事って言ったことがあるんですよね。うん、まずそういう批判を受けるのは当たり前の立場だっていうところからスタートしてくれないと、批判に切れるっていうのはやっぱりね、権力者にとって一番危ない、そういう権力者が一番危ないですよ。ですよね、はい、はい。ゴールデンウィークを前に、ゴールデンウィーク後に忘れないためにおさらいを含めて、はい、海のもとということです、はい、で来週木曜日のこの国丸ジャパン放送そのものがお休みになります。ってことは伊藤敦夫さんはお休みになりますが、他の放送局にはご出演されるかもしれませんね。あ、それ急に言われて、うん、どうやって喜んでいいかわからないんです。来週休み、サバお休みです、はい、次は10日ということになりますけどもね、はい、テレビ各局さん聞いてらっしゃったらこの時間空いてます。余計なことやります。ということで木曜日のコメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんでした。再来週よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。まあ、野党の方もね、希望と新進の合流、民進の合流ですか、国民、うん、民主党、うん、これもまあ備えてるんじゃないのみたいな話もありますね。まあ、これはあくまでも来年の統一地方選挙と参議院選挙を睨んで、うん、まあ、連合がむしろ要請、強く要請した形で動き始めてるってことなんですが、こんな時期に何やってんの、うん、一緒になったって、まあ、衆議院では野党第2党にしかならないらしいしですね、なんか意味あるのかなという気もしますよね。だから野党がそんな体たらくだから、自民党の方から解散やってもいいよみたいなことをこうふっかけられるんじゃないかって気もしますけどね、はい、木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川柳です。胸に手を当てればわかる海の元敦夫。胸に手を当てればわかる海の元、はい、海じゃないですからね、海ですね、海を出すという、はいはい、まあ、さっきから言ったように、こう去年からですけど、まあ、今年に入ってからでもそのいわゆる中央省庁が舞台になった不祥事が、まあ、次々と発覚しているわけですよね。で、まあ、それを受けて安倍総理ここのところ来て結構謝罪に歩いたり、この間も葉桜を見るか、あ、違う、桜を見るかですかね。でもなんかね、こう散々謝罪されて、その、とにかく行政の責任者としてお詫びをすると。で、この際徹底的に海を出し切るんだっていうことをおっしゃっていますけれども、なんか聞いてるとどっか他人事に聞こえるんですよね。で、要するに行政の責任者としてそのお詫び申し上げる。なんか役所が悪いことしてんだよね。どうもすいません、一応僕がトップなんでってそんなイメージにも聞こえてしまうというところなんですけど、まあ、だけど本当にそうなのかな。つまり一連のそのこう不祥事って、まあ、個々の役所がそれぞれ独立した形で不祥事を起こしてるのかなっていうのが極めて疑問なんですよね、うん。で、なんで一斉にその中央省庁がその使命感を捨て去ったりですね、劣化したり、平然と嘘やごまかしを繰り返す組織になってしまったのか。一斉にですよ、これ。で、もちろんそれぞれ問題は個々の省庁内で起きた問題ではありますけれども、これだけ全、やっぱり連続するということになるとですね、なんか背景に、それを全体的にこう覆うような何かがあるんじゃないか、というふうに、やっぱりどうしても思い返してしまう、思わざるを得ないというところがあるんですよね。うん、で、まあ、今日は、まあ、もうすぐ、この土曜日からゴールデンウィーク。はい。で、月火お休みになると、もう9連休、10連休の方もいらっしゃる。うん、で、ゴールデンウィークの車中に、まあ、レジャー行ったりね、いろいろ家族で、まあ、楽しく食事をしたり。で、
すっと忘れてしまうかもしれないんで、まあ、できれば忘れないでいただきたいという意味でですね、ちょっと今年だけに限って、うん、起きてきたその役所絡みの不祥事、うん、でももう一回ちょっとおさらいをとりあえずしてみたいなと。今年だけだって4ヶ月しか経ってないんですよね。まだ4ヶ月なんですね。1月はね、まずね、スパコン問題ってなったんですね、はいはい、スーパーコンピューターの開発をめぐるその補助金の問題で、その会社の社長と安倍政権の関係が取り沙汰された、うん、で具体的に言うと、この会社の社長と例の女性のジャーナリストをレイプしたとかっていう話に、うん、があった、まあ某男性ジャーナリストがこの会社の社長と非常に親しくて、その某男性ジャーナリストが安倍総理や麻生大臣と極めて親しい関係にある、うん、そこが非常にこう不明朗ではないかっていうんで、かなり疑われた疑惑をね、うん、招いた一件がありましたね。で、2月に入るとこう例の働き方関連法案の中の裁量労働制の問題で、厚労省がまあひどいデタラメなデータを作って、うん、いかにも裁量労働制やるとその勤務時間減りますよ、負担が減りますよっていうようなデータを、ね、まあある意味捏造ですよね、うん、で捏造したと同時にその調査の原票はねえのかっつったら、ありませんって言って、次の日に地下の倉庫から段ボール二十数箱出てきたというですね、何なのこれ、ありえないですねっていうのがありましたね、うん、から3月入ると、まあ、だんだん佳境に入ってくるんだけど、森友の問題で、はい、例の公文書の改ざん問題で、佐賀、国税庁長官 前になるのかな、理財局長が、まあ、もみ消したということになっているんですけれども、うん、国会の承認喚問もありました、うん、まあ、今流れとしては全部佐賀さんがやったんだよと、うん、いうことになってるんですけど、じゃあ佐川さんなんでやったのっていうところの一番大きな疑問点ってのは全く解明されてないわけですよね。で、この問題もっと深刻だったのは、その財務省が1年間にわたって文書改ざん前の文書はありませんと、これが本物ですって1年間にわたって国会に対して嘘をつき続けたっていうことですね。これ非常に大きな問題だと思うんですね。なんで自民党も含めて与党の国会議員が怒らないのかなってすごく不思議だなって思いがしました。で、同じ3月にはこれ小さいかもしれないけど実は大きい話で、もう中日が多いっていう過去の、ね、データ見てみると、なんですけど63年ぶりの20得点という、もうなんとなくラッキーな面もありましたけどね。これフラフラっとあったからこれは外野フライかなと思ったら落ちたところがいいとか、まあ相手のピッチャーがねフォアボールいっぱい出したっていうのもあるかもしれませんが、もうそういうとこ見てると今巨人やっと5割復活して、ああよかったね、と思う。それは20得点気持ちいいですよ、気持ちいいけど、こんないっぺんに4分割でも4分割しても1試合5点ですからね。そうですよね。でしょ、なんそうもったいないな。もう繰り越しとかできないんですかね。で貯金とかね、10点以上だったら貯金できるって制度が、もったいねえなと思ったんで、今日こういうメッセージテーマにいたしました。そんないっぺんに、そんないっぺんに、そんないっぺんに、そんないっぺんにもらってもとかって、僕ら仕事がほらオファーがないと仕事がないでしょ。で来るときいっぺんに来るわけですよね。1日5本とか6本とかね、はい、そういうときやっぱりこれちょっとばらかしてくれればいいのになと思うんですけどね。そうはいかないですね。コンスタントにこう来るとね。そうですね、生活も安定するしね。週に2日ぐらい休ませてもらってとかね。まあ理想をいつも描いてるんですけど、どうもそうもいかなくてね、まあでもそんないっぺんにっていうのと僕ら今の仕事で、まあ後で出てくる話とこうつながるんですけど、はい、そんないっぺんに各中央省庁がスキャンダルやらなくてもいいのになっていう気もしますけどね。ねえ、出てきましたね、いっぺんに出てきましたもんね。異常なほどいっぺんに出てきてますよね、はい、その背景に何があるのか、ね、今日のテーマあって聞かれる前に言っちゃいましたけどね、はいはい、もう そこはもう深読みジャパンでたっぷりとお話しいただきます、はい、そんないっぺんに例えば我々、まあ、例えば厚尾さんと純ちゃんと3人で飲み行ってそれぞれが好きなオーダーをしてね、うん、こういうもん頼みましょう、こういうもん頼みましょうとで、順番でお出ししますかって言ってるのに、うん、いっぺんに行くことあるんでしょう。テーブルがのこどらないとかね。あれもね、混んでる店だからしょうがないって、それはしょうがない、分かってんだから、いっぺんに出てこなくてもいいし、ね、俺思い出したな、ずいぶん前、かなり前ですけど、
とある方のお嬢さんの結婚式やって、でもうギャラとかそういうのいりませんからって言ったら、後日いやいや飯食い行こうよせめてそのぐらいって言って、ちょっと豪華な鉄板焼きですよ、あの和牛の、和牛のやつで、そこでそのお店の方が、まあ、誘ってくださった人生の先輩が、まあ、そこの店行きつけなんですよね。今日なんとかさん、いい伊勢海老入ってるんですよって言われて、俺和牛だけでもう十分なんですよ和牛だけで、そんなこんな A5 ランクのどこどこ牛ってやつ、もうそれあれ見切れぐらい食うともう食えないんですよ意外とね、もう十分だって、で伊勢海老ありますけどどうします、焼いてよ、伊勢海老は今日はいいからって言えないじゃない、なんか国丸伊勢海老食おうよって言われて、伊勢海老の腹はない、もう私の腹の中には、でも後日って言えないでしょ、伊勢海老はあさってくらいって言えないっていう、そんないっぺんに言ったのもありましたけども、なんか宮崎行った時に、はい、向こう の某市長さんがですね、昼飯こう待ってて、はい、食いましょうって言ったら、やっぱり宮崎牛の、はいはいはい、すげえやつ、はい、A5 ランクの、それ、まあ、鉄板焼きやつ焼かれて食べたんですけど、それこそ栗山さんじゃないけど、見切りぐらい経ったらもう食べたら油がもう喉のこの辺まで来るんですよそれをせっかくだからっていうんで、いっぺんにこんなどでかいやつ 250g ぐらいわら時代ですよ、それを無理やり食わされて次の日お腹壊れました壊れちゃった、そんないっぺんにエピソードお待ちしております。食べ物だけじゃなくてね、はい、注文つけられたとかね、用事をいっぺんに言われたとかありますよね、いっぺんに異性から告白されたとか、あるいはどうせもちろん今の時代はあるかもしれませんが、はい、モテモテだっていうこともあるんでしょう。そんないっぺんにメッセージを寄せください。ファックスは03-5403-1151 メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極み番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいたすべての方の中からお一人の方には、塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントです。今朝の鉄道の情報です。遅れが出ている路線があります。安全確認やホームドア点検の影響で10分程度の遅れが出ている路線は、都営新宿線、都営浅草線、東武東上線です。ご利用の方はご注意ください。それでは国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン、先ほどもありましたが、麻生さん、はい、今日はこんないっぺんに、まあ、館長が一斉に不祥事を起こさなくてもいいのになってで、その背景に一体何があるのかなっていう話をします。はい、はい、お願いします。そして極みシアターのお客様、コント赤信号のリーダー渡辺正行さんです。毎年大好評の舞台熱海五郎一座の見どころ、そして今熱心に取り組まれている剣道について伺います。12時7分からは国丸レポーターズ、落語家霊霊者マルコさんが先日行われた羽生結弦選手の凱旋パレードに潜入取材した模様をレポートして、熱心に前の晩から仙台入ってね、別にそんなこと頼んでないんだけどねなんで国分庁に行くのかねっていう話、すごいレポートになると思いますよ国丸ジャパン極み国分庁のレポートじゃないことを言います。午後1時までの生放送です。 FM916AM1134 でお楽しみください。お知らせの後は最初のコーナー深読みジャパンです。14分です。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパンです。木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです。なんでいっぺんにこう省庁のいろんなスキャンダルが出ちゃうかという前に、こんなニュースがありました。二階氏、幹事長の知らない解散ない、国対委員長の選択肢発言を火消し。朝日新聞の総合面からです。自民党の二階俊博幹事長は昨日、森友学園や加計学園問題などをめぐり審議拒否を続ける野党から内閣不信任決議案が提出された場合の衆議院解散について、幹事長の知らない解散なんか世の中にあるわけないと述べました。
衆議院解散について自民党の森山博国会対策委員長は昨日朝記者団に、野党から不信任案が提出されれば衆議院を解散するのも内閣の選択肢だと言及。野党を牽制する狙いがあったとみられますが、これを二階氏が火消しした格好となります。また二階氏は、衆議院解散を発言した人に聞いてください。いちいち国対委員長が何を言ったからって弁明したり説明したりするのが我々の務めではないとも述べました。先々週だったかな。伊藤敦夫さんが、今後の安倍政権ということで、はい、その中で、まあ、3割ぐらいの確率かもしれないけども、解散総選挙に打って出る可能性もあるよということもおっしゃっていて、まあ、それを契機にというわけじゃないんですが、うん、なんか永田町あたりで、会期末の解散、で、その後7月夏休み前の総選挙なんてことも言われ始めてますが、うんうんうん、まあこれはもう皆さんよくご存知の通り、はい、その解散というのは、うん、衆議院の解散というのはまあ総理の特権、専権事項ということを言われてますが、はい、まあ二階さんが国対委員長の森山さんに対してどんなこと言うんだよ、うん、っていうことなんですかね、これ。まあ一応そういうことだと思うんですよ、うん、そのまして国対委員長ってその党の選挙の実務に関与している立場じゃない、国会の方のね、うん、責任者ですから、なんでそんなこと言うんだっていうのは、まあ、普通聞けばその通りだなとは思うんですけど、ちょっと私、非常に疑い深い性格なもんですから、二階さん、ここまできつく言うってことは、なんで喋っちゃうんだよ、この野郎っていうのが、どっかにあるのかなって気もちょっとしちゃう気もしないでもないんですね。もっと言っちゃう、なんで本当のこと言っちゃうんだよ。これ、リスナーの皆さんだけに言いますけど、ちょっとね、ちらちらいろんな情報がね、やっぱり今飛び交い始めてて、実はね、自民党がこのゴールデンウィークの最中に、その、大規模な世論調査かける準備をしてるって噂もあるんですよ。まあ、いわゆる選挙情勢調査ってやつですね。もしそれを本当にかけるとしたら、それはいつ選挙があってもいいようにという意味もそこに含まれてると考えた方がいい。もちろんだからすぐやるとかいうことじゃないですよ。しかしもしそれが事実だとすれば、あ、解散総選挙もありうべしというね、うん、そういうこう空気が広がり始めてるのかな。ただそれ、これ絶対おかしな話でね、まだ前回解散総選挙やって半年でしょ。それでまたやるって大義名分があるなしっていうよりは、まあ、大義名分っていうか、狙いも発揮してるわけですよ。政権の延命、うん、あるいは再浮上、総裁選参戦で、そのために半年もしないでまた解散総選挙を打つで、一回解散総選挙を打つと大体そう国費が700億前後かかると言われてますね。それだけの税金をなんか政権の延命のために使うのっていう批判が当然出てくる。でそれはないだろうなとは思うんですよ、まあ、7割8割は。だけどっていうのがやっぱあるんですよね。なんかまあ基本的には牽制であり、野党に対するまあ挑発であり、ということだとは思いますけどね。でもなんかちょっと騒がしい。まあ昔から言ってる話で、その政治の世界では酔っ払いのほら話と解散風は一度吹き始めたら止まらないっていうのがありましてね、解散風と吹き始めるとみんな一斉に走り始めちゃうから止まらなくなっちゃうっていう意味なんですけど、まあ何でもありの世界ですから、はい、前文部事務次官の前川喜平さんが、はい、まあ、愛知県の高校でですね、公立の中学校で、うん、講演をしたことに対して文科省が、内容確認という言い方をしてるんですけど、要するに介入したということですよ、うん、要はね。でその背景にやっぱり自民党の文教族の議員のなんか動きがあったんじゃないか。でこれ小さなことに見えますけど、非常に大きな問題で、うん、やっぱり教育に対してこういう圧力がかかってきてるということ、それから前川さんという方をなんとか排除しようという思いがどっかにあるんじゃないかということで、これ話題になりましたよね。4月はすごいですよね。4月ってまだ今月ですよね、うん、まだ4月なんですけど、まずイラクに派遣された陸上自衛隊のね、日報問題が発覚をした。でないと言われていた日報が、まあ次から4万数千ページ、うん、
で今でもまだ出続けてますよね、うん、確か去年当時の稲田防衛大臣が確認したところありませんと明言をされておられましたよね、うん、あったんですね。それも武力衝突と言っていたのが戦闘という、うん、そう、それとそのイラクの派遣、新たに出てきたイラクの日報の中には戦闘という言葉が5箇所も6箇所も出てくる、少なくともね、うん、黒塗りされた部分にもっとあると思うんですけど、うん、でもしそれが早めにオープンになっていたら南スーダンへの PKO の派遣はなかったかもしれないんです、うん、危ないからって、はい、それもまあ陸自の中で隠していたってことだけじゃなくて、空自にもあったし、あちこちにあったってことになると、うん、まあ防衛省そのものがね、で、まあ、最近セットで言うと、あの某三佐が、はい、野党の議員に対してですね、まあ、国民の敵だと言ったかどうかは別として、まあ、悪行存を投げかけたわけですよね、うん、バリ増軍を。これも今の防衛省危ねえぞっていう話になってきますよね。僕これなんかがおそらく憲法9条を改正して自衛隊を明記するっていう話とリンクしてきていて、うん、そんな今の自衛隊憲法に明記する必要あんのっていうふうになってしまってるっていうところが非常に大きいと思うんですね。で4月はまだまだあって、その例の加計学園の問題でね、柳瀬さんという、まあ、今経済産業省の審議官やっておられる当時、総理秘書官だった方が、うん、愛媛県今治市それから加計学園の事務局長、これと総理官邸で会ったんじゃないか、うん、で今治市の出張日程に官邸行ったって書いてあるよって去年散々騒がれて、その時彼は記憶にありませんと、うん、私の記憶の限りでは会っていませんとずっと言い続けたわけですね、うん、参考人招致の中でも。でところがどうもそれが、まあ、文科省からも発見されたし、愛媛県からも、まあ、愛媛文書って言われてますけどね、まあ間違いないだろうと会ったことは、うん、ということになってきている。ということになると去年の国会での答弁って虚偽答弁になる可能性があるんですね、うん、で野党はこれ承認喚問しろって言ってる、与党はまあ参考人招致ならいいよって言ってる。なんで参考人招致、去年参考人招致やってはっきり言うと嘘ついた可能性が高いわけじゃないですか、うん、同じ参考人招致やったってまた嘘つくかもしれないでしょ、うん、だったら承認喚問やれいいじゃないですか、うん、なんでやらないんですかっていうのが一つありましたよね。でこれ柳瀬さんがもし会ってたとすると、総理の加計が認可されたのは、を知ったのは去年の1月の22日ですっていう証言がぐらついてくるわけですよね。非常にこれ大きな問題ですね。で4月、まあとどめじゃないですけど、福田財務省の福田財務事務次官が、どうやらセクハラ問題で、まあ、辞任をしたと。ただ本人は認めていないと。でテープの声は自分の体の中で発した声と違うからよくわからないと。それから言葉のやり取りも全体を見たらセクハラではないらしいと、ないと思うと。一行取ってもセクハラですけどね。でそれに対して麻生さんも、それは相手が出てくるわけわからないじゃねえか、あるいは、事務次官代行になった方がそんなに苦痛ですかと、出てくるのが名乗り出るのが、まあ財務省ってのはそんなとこだったんだねってのが改めて分かった。まあ挙げただけでもこのぐらいあるわけですよ。でやっぱりね、じゃあこの一つ一つは独立した問題かもしれないけど、背景に何があるのかって考えると、これ前にも言ったかもしれませんけど、やっぱりね、安倍一強っていう言葉がやっぱりどうしても浮上してくるんです。政権官邸が極めて強力で、党の与党の方もあまり文句を言えない、役所はもちろん文句は言えない、まして内閣人事局制度で官僚の幹部クラスの人事は官邸が全部握ってるという状況の中で、役所側の今までの、まあ、立ち位置と、随分変わってきてる部分っていうのが、結果的にはおもんぱかりだとか忖度だとかごますりだとか、そういう形で実は政権にとって都合の悪いものは出さない、隠す、それから変形させる、なんかそういう。
4月26日プロ、木曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。木曜日コメンテーター政治アナリストの伊藤敦夫さんです。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。26お風呂、うちの近くのたまに行ってたあの温泉が改築なんですかね、しなくてもいいんですよ。まあ利用者的にはそうしたらもう1年近く使えないわけじゃないですかね。えじゃあちょっと足伸ばせばありますけど、チャリでプラプラっていってちょっと一風呂浴びてカッと飲んでね、まあ、私の場合はもうフルーツ牛乳とかコーヒー牛乳卒業いたしまして、冷たい泡のやつをカッと飲んでこうねっていうのがいいんですけども、いいですねなんかね、で、まあそういう話も。お天気はでもこれ予想最高気温1週間ぐらい見てみると20度下回ることはないので、このままいきそうなんですか、ゴールデンウィーク。そうですね、ゴールデンウィーク後半にお天気が崩れそうなんですけれど、前半は気温も高め、25度前後で、そして天気も良さそうですね。ね、良かったですね。はい。はい、さて、まあ私もあの、まあ、番組終わって文化放送を去って何なんでしょうね、こうスマホ見ながらそれもニュースチェックして家帰ってこうテレビもつけたりとかして、そこで飛び込んできたのが今日のスポーツ紙ほぼ一面ですが、最初ちょっと私もあの街の方のインタビューと全く同じで、何のことこれ、どういうことと思ったのが今日日刊スポーツの一面です。 TOKIO の山口達也メンバー強制わいせつで書類送検、強制わいせつで書類送検、女子高生にキスという見出しが、最初何のことかさっぱりわかんないですね。で、まあ、よくよくこうニュースがこう、まあ、詳しいことは分かってきて事務所の発表文なのかを見てきても、まあ、女子高生を部屋に呼んだ、そこでまあお酒を飲まないかと、その女子高生はどうやら飲んでない、そこでまあ無理やりキスをしてしまったということで被害届が出されたということは分かったんですが、まあいろんな報道がある中でこの TOKIO という、5人のメンバーがやってる番組っていうのは、私あのダッシュ村っていうのをほぼうち家族でみんな見てるもんで、まあ娘たちで独自してますけどね、それぞれがダッシュ村が非常に好き で、はい、でリーダーとそれから山口メンバーのこの2人が特に無人島ダッシュ島でこう活躍してるのを見てるとすごく楽しくて、なんかあの週末でね新しい週を迎えるこのブルーな気分がちょっとこうポッとこうね、はい、なったぐらいの、こういう親父もそうだし、伊藤さんもなんか東京っていいよねって言ってますもんね。そうですね、別に他がどうだこうだってじゃなくて、うん、まあ、ジャニーズ系のねこういうグループの中では一番なんかこう、僕はこう、なんかこう爽やかなおじさんたちみたいな感じで、ね、そう。でも気になるのはなんでなんとかメンバーっていうんですか、なんか誰が決めたんですかこれ。これがみんな示し合わせたようにメンバーって言ってますよね、うん、容疑者ではない、なんかだからなんとかさんでもいいし、なんでジャニーズ系だけメンバーっていうのかな、わかんないですね、さん付けもちょっとおかしいっていうような解釈もあるみたいですが、だからみんなメンバーって言ってる。じゃあ個人でやってる人がなんか問題を起こしたらなんて言えばいいですかね。個人でしょうね、言えないから、ね、あの人ってことですかね。いやいや、どうなんでしょうか ね。でまあ、まあ、おそらくあの TOKIO のファンという方以外でも山口達也さんのことを、まあ、好感を持って見てた方、非常に親しく思ってらっしゃる方、一方的にねそう思ってる方もちょっとこう、まあ、時間が経ってどんな会見を開くのか分かりませんけども、どういう形でまたこう、テレビあるいはラジオに戻ってくるか分かりませんけどね、でなんかちょっと気持ちが非常にこうブルーになっていて、で家の用事とかいろいろやっていて、あいけね、今日巨人戦やってたなと思って BS 見てましたら5対2ということで、ドラゴンズファンには申し訳ないんですが、あジャイアンツ今日もリードしてるなという、ちょっとこれを心のこう傷を塞ぐためにはちょっと見てようかなと思ったら、まあ打つわ打つわ打つわで結局20対4ですよ。巨人が20点、まあ、ドラゴンズはねちょっとピッチャーが倒壊したって感じで、まあ、4点ということですけども、取るこれは、63年ぶりですか、ジャイアンツが20点取ったのが、その時はカープだったんですね相手が、高得点の時はカープと